シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報。月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れどころだって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。心を繰り返してキャッチしてくださいね。はい。はい、さあ、伝えたいことがありましたので、ね。はい。ありがとうございます。本日は、行動パターンで分けております。お、行動パターン。行動パターン。はい、お久しぶりです。まずは、活動星座。うん。お羊座、カニ座、天秤座、ヤギ座。はい。あ、二人。はい、お二人。はい。ですね、今やっていることが、一歩一歩進んでいく感じ。そして、自分からの発信もそうだし、相手からの情報も、行き届いたり回ったり広がったりっていう時期です。うん、はい、活動星座。活動星座は積極的で活発、目的を追求する信念と要求に対する貪欲さはダントツ。自分でやらなきゃ気が済まない。営業や PR ね、アピールなどに、才能発揮。本当にやりたいことを選び楽しみます。本当にやりたい。そんな感じ。活動星座。うん、はい、じゃあ次は不動星座。はい、不動星座。おうし座、獅子座、さそり座、水亀座。あ、キムティ。キムティ。はい。あのね、このグループはどっしり落ち着いた雰囲気があるが、何かを実行するのに時間がかかる。石橋を叩いて渡る。持久力が決して安易な道へは逃げない。自分の領域や立場を守り抜きます。不屈の精神。不屈の精神、すごい強い。蜂蜜っつったら蜂蜜だ蜂蜜だっつってんの多くないなでこのグループはですね、中小のサービスの、このグループも割とすごくゆっくりだけど一歩一歩蜂蜜っていきますね。だけど、ね、はい、一旦ね、ちょっと迷いますね。うん、どうやって本当に どういう方向で伝えたらいいかなっていうので、ちょっと迷う感じですね。今週、来週か。来週ですね。来週ですね。来週1週間。はい。はい。そしてラストが柔軟星座。双子座、乙女座、射手座、魚座。はい。柔軟ですね。はい、柔軟です。はい。ゴールダソン座になりたいというゴールだけはっきりしていて、プロセスよりも結果を重視する。何事にも柔軟に対応。うん、感性を大事にする。見えないところで努力する人。うん、でこちらはね、まずはちょっと、いろんなものが用意されたんだけど、さてこれからどうしようかってちょっと悩みます。だけどそれが、自分の中であこれでいいんだっていうのを確実にいろいろ自分が納得していく週ですね。納得していく週。はい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 。だからあんまり外に発信というよりも自分の中でよしこれでよし、あこれもこれでよし、これでもよしって確認する感じの週ですね。はい、なんかちょっと心当たりあり。はい。さあ、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。